ではね、はい、もう名残惜しいんですけどね、はい、せいやさん、ここからはディープな街中ということで、はい、私亀太郎がご案内いたします。お願いします。お願いします。亀太郎さんにしか案内できないような。そうなんですよ。けどね、赤井さんこの日まさしくね知り尽くしてるからね。そうですよね。ちょっといやでもね、うん、ママそうかってんけども、 そこにあのお菓子あったと思うねんけどな、もうないやな。もうね、だいぶ減ってしまったんですよ。そうですな。僕らの子供の時はね、もうお金握りしめてよかったんですけども、うん、寂しいんですよ。けどね、唯一この地区で残っているお菓子屋さんがあるんで、はい、今からそこへ潜ります。あ、いいですね。はい、昔ながらの。そう。へえ。いつから、いつが創業と思います？創業。うん。いつ、セイラさん、いつと思います？もう何十年ですかね。何十年、赤井さんはちょっと。まあ、そんだけ亀太郎さんが言うから、うん、江戸時代からある。おお、ほんま？ほんまに？いやいや、それはないわ、それはない。いやいや、ほんま当たった当たった。ほんまに？江戸のね、けど江戸末期の慶応時代、慶応の時代から創業の。俺と一緒や、慶応、慶応。そんな、ほんまにそれ江戸時代から。江戸時代、慶応の老舗のお菓子は、今継いでるのがなんと4代目なんですよ。江戸、江戸。そこに巡っていきたいと思います。ここをね、はい、右に曲がります。はい、うん、あ、そこの通りを。はい。はい。見えてまいりました。もうこの佇まいから。ほうほうほう。こちらでございます。うわ、ここはね、別にあるんですけども、建屋は昔のイメージをそのまま残すっていうお店なんです。こんにちは。こんにちは。いや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 。このモナコとかこのまんじゅうとか手作りの商品がもうそこらにありますけども、奥さんここは何年前からやってますの？150年。150年です。150年。はい、な、江戸時代、慶応です。慶応時代。あ、か、慶応か。慶応時代。奥さんで何代目ですか？3代目。3代目ってことは2代目のお母さん、3代目のおばあちゃん、おばあちゃんの代から。へえ、すごいな。150年ってそんな長くないで。蒸しまんじゅうとか、もなかとか、はあはあ、羊羹とかです。おお、これがね、ここでしか買えないんですよ。っていうのは、うん、ここはもう道の駅とかそういうの出してなくて、うん、地元の買う方が知る人ですけど、手作りの餡で作った和菓子がここで並んでるんです。まあ、知ってました。羊羹はちゃんと羊羹出たら。なるほど、はい、ちょっとご挨拶だけ。あの、こんにちは。お客さん来てるんで。あ、食事中どうも、すいません。あのね、いや、ちょっとだけ座敷ね、古いんですよ、ここ160年の。へえ、ちょっとお邪魔します。ちょっと東京の方から帰ってきまして。はいはい。ちょっとお父さん、この蔵なんかでもすごい古いよ。なんか160年経ってるっちゅうてんから思えないですね。ねえ、すごいしっかりと。いや、こんなに明るいのに暗。どうぞどうぞ。暗い。あ、いいですか。お邪魔します。失礼します。古いお家なんですけど。いやいやいや。帰ってきてね、こんなことしたんですけど。はいはい。ないですよ。このこれね、あの、実はうちの山の木で全部作ったらしいですよ。え、山も持ってはんの？今はもうちょっとしかないですけど、昔はね、たくさん山を持ってて、はいはい、それで、まあ、家はその山の木で直したらしいです。むちゃ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 大金持ちですよ、昔はね。今はまあこんなですけど。あ、こっちも座敷も、あの、なんか趣のある古い感じで。あの、これは母がね、主人のお母さんが嫁いできた時にお嫁入りの道具なんですけど、はい、実はこういうふうにね、お、仕掛けがしてありまして、あの、中にオルゴールが入ってるんですよ。この空気圧で、お、あの、音が鳴るように。面白い。こっちはのね、お庭、はいはい、はい、お庭もすごい風情のあるね。ありがとうございます。あ、すごい素敵なね。なかなかね、あの、情緒があるお家にね、ね、ついてきたんで大事にしなきゃ。はい、奥さんは突然できたけど、俺は突然できた。失礼します。はい、どうも。